ラハフ、シャニラハフシャニは、イスラエル人指揮者、ピアニスト、テルアビブ生まれ、同地のブフマンメータ音楽学校で、最初の音楽教育を受けた後、ハンス・アイスラー音楽大学ベルリンに進み、クリスティアン・エーバルトとファビオ・ビディに指示、エーバルトに指揮を、ビディーニからピアノを学んだ。また、同大学在学中、シャニはダニエル・バレンボイムの境外に接している。二0 1年、 ズービン・メータのもとで、イスラエルフィルハーモニー還元楽団の副指揮者。2013年、グスタフ・マーラー国際指揮者コンクール優勝。2016年より、ウィーン公共楽団主席客演指揮者。2018年より、ロッテルダムフィルハーモニー還元楽団主席指揮者を務める。2020年にイスラエルフィルハーモニー還元楽団の音楽監督に就任する。 2016年4月初来日、読売日本交響楽団を指揮した、ラハブシャニネームドミュージックディレクターオブザ i PO、ザ・イスラエルフィルハーモニックオーケストラ、2019年2月14日、閲覧、ありがとうございます。